北京条約は1860年に新朝とイギリスフランス連合軍及び新朝とロシア帝国が締結した条約。天津条約の批准交換と追加条約である。北京条約の原因となる事件に巻き込まれることになったパークス。活上された九龍には彼の名が完成られた通り、パークス通りがある。アロー戦争後に天津条約が結ばれ、 英仏軍が引き上げたが、この条約の結果では、英仏は満足していなかった。また、清の朝廷内部では条約に対する非難が高まり、清志は条約に定められた一年以内の批准を拒んだ。このため、英仏軍は再び天津に上陸。皆豊か帝は、熱海へ撤退し、北京を任された、京神王も英仏連合軍の進攻が始まると表に出てこなく。 なった。北京を占領した連合軍は延命園を略奪し、焼け払い、共振脳に最後通帳を送った。結局、ロシアの仲介で北京にあったレーブガ家門において清と英仏連合軍との交渉が行われ、清とイギリス、清とフランスとの間に新たな条約が結ばれた。また仲介したことを口実に清とロシアとの間でも、 新たな条約が結ばれた。いずれも不平等条約である。1860年11月2日、条約を締結した直後の共振の植木県イギリス側、代表エルギン伯爵この条約で、新庁は、英物への800万両の賠償金の支払い、転身条約の実施、転身の開港による自国民の海外移住禁止政策の撤廃と、 移民公認が定められた。また、英仏個別の条項では、新朝が没収した、フランスの境界財産の返還、及び英国へ、九流半島の南部九流市地方を割譲することが定められた。右側の薄い赤が、外満州条約でロシア領と確定した部分。なお、ロシア帝国が設置した沿海州は、沿海地方の 他をホーツク海沿岸全域に及んでいたことに注意すべきである。ロシアは、まず清志が認めていなかった1858年に、締結された愛軍条約の条文を出すことで、条約の効力を清志に確認させた。これでアムール川砂岸の領有形を確保する。さらに、キツリン将軍管轄区の一部である、トモンウハンカ港3川。 伊東アムール川以南の地域が割上された。愛軍条約では、清とロシアの共同管理地となった地域であったが、この条約によって、ロシア領と確定された。この条約のもと、境界古海約今春東海約が結ばれて、国境線がほぼ定まった。ロシアはこの後すぐにウスリー川伊東など広大な地域を宴海州に含め、すでに2年前から清に無断で、 そこに建設していたハバーロフカの領有を正当化するとともに、海産にウラジオストクを建設した。そしてすでに設置していたアムール州などと合わせて1884年沿い、アムール総督府を設置することになる。五千ルーブリ紙幣に1858の年号と共に描かれたハバーロフスクトマン公が新と朝鮮との国境であったことから、清は、 日本海への出口を奪われたことになるが、今春議定書で、トマン港の航行権が認められた。なお国境について20世紀に入ってから、曖昧な部分をめぐって、中祖紛争、長古本事件、陳鳳島事件が勃発している。長古本事件では、その影響で、中国にとって日本海への出口のトマン港が封鎖されてしまったが、1991年中祖国境、 協定で再びそれが認められた。最終的に国境は中華人民共和国とロシア連邦とによる中路国境を協定で確定された。なお、トマン交差岩がロシア領となったことに関連してシカトン島問題が1883年朝鮮当局より提起されているが、現在でもロシアは反応を見せない。第二条でトルキスタンの境界を確定することになり、 後に、タルバガ対条約が結ばれ、国境線が天山山脈に当選し、清は、はシククルなどの広大な地域を割上した。さらに、不可条約として、1869年、コブド海約、オリアス大解約などが結ばれ、タンヌオリアンハイ西部をも割上した。トルキスタンはさらに、入り事件を迎えることになる。また、ロシアは、キャフタの他ウランバートル、ロシア名、 ウルガー、カルガン口、カシュガルでの小取引の自由を得た。ロシアは、イリ、タルバガ隊の、他カ,カシュガルとウランバートルに、領事館を設けた。なお、ソ連、ロシア連邦はこの条約が不平等条約ではないと主張し、中国の一部の民族主義者の給料返還要求を無視している。中華人民共和国はこの条約が不平等条約で、あるとは言っているが、 前述の通り、国境線はおよそこの条約に沿っており、ロシア領にはロシア名にしている。これに対して、中華民国は不平等条約である以上、全部無効であると主張しているため、大陸における満州の地図でロシア名で示されている地名が、台湾におけるそこの地図では一部間五名に差し替えられている。ただしその地図においても国境線はあまり違いがない。 ありがとうございます。